花の威嚇みたいに右左右と二筆で書きます。でこう流れがなんとなくジグザグでこう出たり引っ込んだり出たり引っ込んだりとかね、ちょっとこうまあ分かりにくいけど、こう乾いたら薄くなる。の方にもっとこう飛び出た方がなんか感じが出るかな。こうバッとこう思い切ってこうでかいところと、まあ、小さいところとか変化をこれもこうね、こう来てるけど、ほんなら次はこっちの方、こっちの方、こっちの方とかいう感じで、ちょっとこうジグザグで、その正しかったら少しこう。この間のところをこう描く感じで、ゴツゴツしとる感じを点々とかでこう表現してあげて、でここ真っ黒で、でまあこう何点のこの身のこう身がこうついてるけど向こう側にこうねつけてあげて、こういう点々ついとったらなんか雰囲気出てくる。で葉脈こう真ん中に1本だけこれをちょっと変えてあげたんですけど、線もなんかこう太いとか細いとかちょっと変化があった方がやっぱり面白い。で木もちょっとこう黒いアクセントをつけてあげて、でちょっと金が